今回は、七人と奥義ってどっちが強いの？について紹介していきます。それでは早速どうぞ。人間性では七人の圧勝だろうけど戦闘力ならどうだろう？領域対策も含めて奥義。どっこいどっこい。領域対策を持ってる点で奥義が少し有利か？奥義は戦闘描写が薄っぺらくて正直なんとも言えない。範囲攻撃単体攻撃揃ってる七人の方が色々できそうではあるけど、自力なら奥義だろうが。七人もただでは負けんだろ。火山の炎を直撃してあれだから奥義のチョロビは大した打点にならなそう。そうなると格闘戦での優劣になるかな。チョロビでも人体には結構危ねえしな。呪力の炎だから熱とかも呪力でガードできると思う。マキさんと同じ戦い方すれば七人勝つやろ。タコの領域でダメージ負ってその後火山に焼かれたのに改造人間全滅させるだけのタフネスと戦闘持続力あるんやし一発切られただけやったら普通にその場で切り返せると思うわ。七人奥義と打ち合う。七人押されて奥義上から目線でうんちく打たれる。残業タイムで逆転。奥義の火力によると思う。七人の武器を焼き切るレベルなら奥義の勝ち。そうでないなら七人の勝ちだと思ってる。愛知王奥義には七海よりリーチのある刀なのでそこでも奥義有利かもしれん。でもやっぱ奥義の火力によると思います。七人は武器燃やされても頭角パンチあるからどうかな。呪力防御してもダメージ食らうしあれ。ああそれがあるか。もし七海が真剣白羽取りできるなら一気に七海が有利になるな。というか七海はどっちみちリーチ不利だから、最初から白羽取り狙いの素手で来るかもな。タフネス、攻撃範囲は七人かな。大領域なら奥義が有利だけど上後、真人、ダゴンクラスの領域でなければ七人はゴリ押しできそう。ラッキー術式の茂物残術がどんぐらいのもんなのかいまいちわからんから断言できないが、七人普通に肉体カッチカチだからな。斬撃で傷つかない可能性もある。術式で食いついて結果勝ちだけど巻戦との格闘戦は刀折られて負けてるんだよな。あれはギミック初見なのもあるし。奥義では七人きつそうだな。というか七人がタフすぎる。上後に燃やされた、直人、死亡、巻、意識不明からの復活。に対して七人死にかけとはいえ一人だけ動けてたし。奥義のあれがよほど火力ないと一発もらってやられそう。しかもその前にダゴンの領域でダメージ負ってて火山に燃やされても改造人間と戦って全滅させてる。なんなんだこいつ。奥義みたいなうんこマンに七人が劣ると考えたくないので七人に一票。七人、奥義ぐらいじゃないかな。真人相手に生き残ったり、握力弱男をボコボコにするイメージが湧きにくいので。逆に領域内では七人よりなんやかんや活躍した気がするが。残業縛り前は奥義若干有利な互角くらいかな。残業後はもう。奥義はちょっと真面目に細かいところを詰めてくと描写から強さを判定しにくいところがな。人間性についてももう少し議論してよいぞ。七人の圧勝すぎて語るところないわ。勝利の急な奥義さんだけど火事場の馬鹿力で七人に勝てるとは到底思えないのがな。他の全員連中の強さとかパパグロ、前の壊れ具合を見るに奥義の方がスペック上でもおかしくないよ。なんだかんだで負けてそうでもあるけど、まあ正直奥義の強さに色眼鏡入ってるのは間違いないよね。多分どっこいどっこいだと思うよ。お互いの奥義自体はどっちが強いんだろう？勝利の急 vs ガラガラ。描写少ないから判断は難しいし領域対策ある分理屈では奥義が強いのかもだけど、なんか七人が奥義に負ける気がしない。人間性については議論の余地がなさすぎて草、最上位と最低編だからね。七海アンチかつ奥義ファンがいたとしても認めざるを得ないだろう。仮にいたらそうだろうけどいるかなそんなやつ。七海アンチは探せばいるだろうけどそいつが奥義ファンになる理由が全くないからな。魅力云々の前に出番少なすぎんよ。何度でも言うぞ。ただし人間性は考慮しないものとする。七海は一発もらってもカウンターで勝てるって意見があるけど、奥義は良くも悪くも一発で決めるような戦い方はしないと思う。巻相手には舐め切ってたからあれだけど同じ一級相手なら口では偉そうなこと言いつつ全力で警戒しそう。巻さんにはぶっちゃけ全然手の内見せてないからな。でも一撃で決められないなら頭角で弱点狙える分戦いが長引くほど七人有利になるので一撃でワンチャンあるという前提にしなくてはいけない。長引いて打ち合ってたら術式によるクリティカルやら、黒線やらを打ってきそうなのよね七人。二
通に考えたら奥義に破られるか切りつけられて終わるだろうけど、そうでなくても七海の術式で一撃だろうし長引くことはないだろ。実質的に騙し討ちしといて舐め切ってたわないと思うけど、小手先の駆け引きだけで倒したとも言う。術式全然見せてないし七人だという骨持ちの巻さんに負けはしないだろうが、あそこまで瞬殺できる気がしないから尺だけど奥義に一票。なんなら板取り伏黒でもあの速さは無理だと思う。呪力ゼロの音速を補足できるほどになって秒殺できただけで、通常時の巻を一周して切り札すら使ってない余裕見る限り、本当に投手なりたいっていうのはバカにできないほど弱くはないんだよな。まあアニメ術式に比べると弱すぎるって言われるのは直哉の評価と同意で、直哉が特急に近い実力あっただけではあるか。自然呪霊の特急、直哉、奥義イコールそこらの一級くらいの実力ではあるか。カラスで特急倒してたから一級の中にも大きく隔たりがあるのは確か。お互いフルスペックを発揮できるとして、ガラガラ VS 落下の上、勝利の9 VS 7人の残量岩ボディか、内面はダブルスコアどころじゃないがそこそこいい勝負になりそう。7人の中距離火力であるガラガラはいい感じの建造物がないと打てないのがネックだな。決まりさえすれば特急の真人もビビる火力だし奥義は倒しきれると思うけど、老害、弱手老害な奥義相手にそこまで持っていけるかどうか。いやー、普通に7人が勝つと思う。落下の上奥義バージョンってミワちゃんの簡易領域を微強化した程度やん。なお人の落下なら問題なくガラガラ弾くんだろうけど。領域対策やカウンター技があるのはいいんだけど、術式の開示って仕組みがある以上初見殺しが得意っぽい奥義は七人より活躍が絞られそうなんだよな。ましてや奥義 VS 七人ってなると初見殺し失敗した時点で残業もある七人が勝ちそう。マキさんや七人と違って、ナオビトは上後の割とガチな攻撃もらってるから仕方ない。むしろ即死しなかったのが化け物じみてる。富士山の火山砲もろに食らった後もマヒトに殺されるまでしばらく生きて改造人間殺しまくってたし、奥義の炎は呪力ガードなんとかなるのでは。奥義の強さ話すにあたって覚醒前巻先輩に刀折られてるのが評価難しい。わざと折らせて不意打ち術式で仕留めるためなのか、本気で切り合って折られたけど術式使えば勝てるしししししなのか。前者ならともかく、後者なら術式込みでも基礎力の違いで七人が普通に勝つと思うわ。刀だってタダじゃないんだから、現実の日本刀でも安くて数十万円くらいはするんだから、呪具なら普通に考えて100万円単位にはなると思われる。折られずに済むならそうしただろう。つまり刀を折ったと思わせて騙し討ちでもしないと確実に巻さんに勝つことはできないと思っていたか、刀を折られるつもりなんかなかったかのどちらかで、どっちにしても巻さんと大差ない実力だということになる。七人の耐久度の高さって術式自分に適用してる弱点作る代わりに他部分の耐久度上げるのかなとか当時思ってたけど、特に言及されずに退場したからやっぱ素なのかな。天与呪縛の肉体でやっと耐えられるレベルのダメージ受けても改造人間倒しまくれるの、作中でもトップクラスにタフだよね。七人の硬さはどちらかというと大人としての矜持とか誇りとか責任感とか色々とない混ぜになった精神的な強さな気がしてる。一撃で致命傷寸前まで行ったのを防いだとは言わんだろ。七海はタフだと思うし熱の性質上少しの間なら耐えられると思うけど、ノーダメなわけないと思うよ。どちらが強いのかはわからないが、この二人が戦うなら俺は七人を応援する。ほぼ全員そうだと思う。さすがに強さは奥義が上、人間性は比べるまでもないな。俺だって奥義のが強いと思うけど応援するなら七海だわ。